岡純一です、この度町田アジェルペアで、プレーさせていただくことになりました、素直な、自分の気持ちを話すと、このような、華やかで盛大な場に自分がこうして立っていることが恥ずかしいぐらいの何もない2年間を過ごして、引退ということももちろん現実問題として考えてきましたし、その自分の膝が壊れて手術をしてリハビリには明け暮れて、そういう中で自分が選手としてやれることはあるのか、それとも選手というのはもう諦めて違う道に進むべきなのか、そういう中で2年間、過ごしてきた中で、今回のお話をいただいたんですが、いただいた時はとてもありがたい話ではあったんですけど、素直に受け入れることはできませんでしたし、自分が自分として選手として表現できることが本当にあるのだろうか確信が持てなかったので、その心の内は正直に話させてもらいました。そういう流れの中で昨年の12月に練習参加をさせていただくことになりまして、自分にとってはこれは最後のその3日間の最後の舞台だと思って、力の限りサッカーをやらせていただきましたし、ゼルビアというチームについてはずっと僕も町田というのはやっぱり僕にとってとても大きな町ですし、ずっと応援させてもらってきたチームが J2 に上がるというのは本当に喜ばしいことでしたし、やっぱり選手たちも知っている選手も何人もいて、練習参加をさせていただいたときにとても素晴らしい練習、練習の雰囲気、練習の内容、選手たちの態度、そういう中で参加を3日間させていただいて、幸い僕の膝もほぼ完治ということが分かった中でのことだったんですけど、もう一回参加したいなと、自分にできることがあるんじゃないかと思ったのはその3日間でした。そういう中で今回、自分が生まれて育ち、サッカー選手という、夢の職業に就く上で、この町がなければ僕はそういう道に進むことができない、それぐらい大きな町だという場所に一回りして帰ってくることができましたけれども、今の自分であれば膝が治って今足にすごく力があります。やっぱり気持ちは常にずっと持ち続けてきましたけど、体が動かない限りはサッカーできませんし、僕みたいな選手が足に力がなくて走ることができなければ、いくら知識があろうとも経験があろうとも誰にも何もすることができないわけです。そういう中で今回、足が治ることができて、今こうして素晴らしい仲間とまだ1週間ですが一緒にサッカーすることができて、毎日本当に幸せですし、今日この場に集まっていただいた皆さんを見ても本当にゼルビアというチームを心から愛していて、サッカーは大事なんだなと、僕もサッカーが大好きですし、そういうチームでもう一度、もう一年サッカーができる喜びをかみしめながら、自分ももう一度ピッチの上で輝きたいなと思いますし、その流れ仲間と皆さんと、フットボールを楽しみながら、勝利を分かち合いながら、幸せな一年を過ごしたいと思います。自分にできる限りのことは、すべてやります。町田アゼルビアというチームは僕にとって最後のチームです。ですので、最後はやっぱり笑って終わりたいと思いますので、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。